10月27日、1966年の今日は、俳優、高島正信さんがご生誕された日です。ゴジラ VS ビオランテにて、特殊戦略作戦士と室長、黒木翔徳佐を演じました。ヤングエリート集団と称される舞台を取りまとめ、新しい技術の実践投入にも積極的な姿勢を見せました。劇中ではやや過激な思想が見え隠れしていますが、 全ては戦いに勝つという目的遂行のため。この時の演技が評価され、第14回日本アカデミー賞新人俳優賞、石原裕二郎新人賞を受賞し、俳優として本格的に活動を始めることになります。現在でも映画に、ドラマに、CM にと第一線でご活躍されている俳優さんです。